皆さん、こんにちは。企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタント、アタックセールスアソーシエイツの横山です。余罪管理大学へようこそ。本日のテーマは、とても残念な上司の口癖2024年版です。これまで20年近く、当社は組織営業力アップを支援してきました。その上で断言できます。残念な口癖があると、組織の空気がどんどん悪くなっていきます。そうなると、メンバーのポテンシャルって引き出すことができなくなってくるんですよね。だから、組織の空気とか、風土、文化って ものすすごく重要なんです環境要因が重要って言いますよね今回は残念な上司の口癖これを徹底解説しますぜひ最後までお付き合いください今回の動画も3部構成でお届けします第1部わからないじま第2部昔来さ第3部ベテラン D 言葉私たちアタックセールスアソシエイツは余罪管理という独自のマネジメント手法を使って営業目標を絶対達成させるコンサルティング会社です余罪管理に関してご興味がある方ぜひ概要欄をチェックしてくださいね余罪管理シートをはじめみ 3つの資料料を無ででダウンロードできますそれではいきましょう。第1部、わからない自慢。これ皆さんやってないですかね私はこれを聞くとちょっと引いちゃうんです。私はね、55歳です。私と同世代の人たちも結構やるんですよ。わかんないことを自慢げに言ってしまう人です。例えば、まあ最近で言うと、AI ってさ、なんかわかんねえよなぁ、みたいな。言う人っていませんお前わかるチャット GPT とかさ、全くわかんないんだけど。みたいなこと言う人いるじゃないですか。 わからないことをわからないっていうことでマウントを取ってくるそうすると「いや分かりますけど」って言いづらいじゃないですかなので周りは「いや分かんないですよね」って「だよな」実はめっちゃ使っててもなんか言えないんですよね使っているとなんとなく下に見られそうな感じあれ本当に見てて聞いてて痛々しいんですよですから 意識が高い若者がその中にいたら、はあってなるに決まってますよ。何がデジタルなの何がコード決済とかスマホ決済っていうじゃん。何あれみたいなこと言う人がいますよね。俺、全然わかんない。全然、全然使わないんだけど。 なんか時代遅れなのかなみたいなことを言う人がいるとそうするとなんかそれやっちゃいけないのかなやっぱりアナログの方がいいのかなとかねやっぱさテレワークとかさダメだよねやっぱリアルだよなんだかんだ言ってリアルリアルが一番みんなそう思わないこれは、ね、絶対にやめましょうこういうことを言う人って結局1か0で考えちゃうんですよねなのでもちろんアナログがいい時もあるわけですオンラインとかデジタルがいい時もあるわけです多様性の時代なんですなので面と向かって ってリアルでお会いした方がいい時もあるし、Zoom とかね、オンラインの会議でコミュニケーション取った方が効率的な場合もあるし、メールとかチャット使った方がいい場合もあるわけです。いろんなケースがあるということです。結局は自分が慣れてないことを指摘されたくないわけですよ。まあ、私よく言うんですけど、ずいぶん昔の話ですけど、お給料をいただく時に振り込みになる。でも給与明細は紙でもらってたんですよ。 それをデジタル化するって言った時にみんながえっ、ー、ってなったんですよなんかメールでね明細もらうってなんかもう本当やる気なくなるんですけどっていうふうにみんなが印象を持ったんですよでも皆さんどうですか現金で給料いまだにもらいたいですか茶封筒に入れてで明細とかも紙でもらいたいですか結局慣れてしまえば別に問題なくないですか それと一緒ですってだから分からないこととかできてないこととか慣れてないことね自慢するとかねそれでマウント取るっていうのはもう痛々すぎるんでもうやめましょう2つ目が昔来産来産っていうね意味分かると思うんですけどやっぱ昔よかったよねーってやつですねやっぱ昔が一番っていうやつ昔会社に来るのもさ大変だったんだって今だったらさ、まあ、テレワークとかあるじゃんでもさ田んぼの真ん中で小さなビルがあったあの時はよかったよななでかっていうとさいろんな部署があって目の前で仕事したんだよ 製造部門もさ、物流部門も、経理とかもそこら辺に、だから、今と全然違うからです。もう、今もさ、あれの方が良いんじゃないみたいなこと、もう昔のことを懐かしむのはいいんですけどね。ただ、昔が良かったってあまりにも言い過ぎちゃうと、さすがに引くんですよ。懐かしがっていただいても結構なんですけど、まあ、今みたいなものはね、ちょっと可愛らしいんですが、ちょっと5年前とか10年前だったりすると、まあ、そんなに昔ではないじゃないですか。 で分かんないっていうのがさっきの第1部だったんですけど第2部は分かるとか分からない以前にやっぱり昔が良かったよね昔が一番なんだっていう言い方もう今の時代さなんかこういう風になっちゃってさみたいなことを言うのっていうのはさすがにやめましょうということですねで同じような話ばっかりで申し訳ないんですけど第3部はベテラン D 言葉 D 言葉って皆さん知ってますかねだいたい若者に対して使う言葉なんですけどまあ新入社員とかね「でもだってできませんどうせですから」 みたいな言い方でとかどうとかだ始まるんで D 言言葉ってうんですこれねベテラン社員が言うんですよねお客様に対してリアルでお伺いするのもいいんですけどそれだととても移動時間がかかるしお客様によってはリアルで来てもらうよりもオンラインで商談した方がいいって そういうい統計結果もあるわけですよだからお客様のところに連絡を差し上げてぜひオンラインでお家ちはさせてくださいってまず開口一番行ってくださいこれが組織のルールですでお客様に対しても啓蒙活動していってくださいどうしてもお客様が難しいっていうんだったら最初のうちは何度かお伺いしてリアルであってもいいんですけどでも相手と関係ができたらこの後はオンラインでやりましょうもし不慣れだったら私教えますからっていうふうにやってくださいで 営業部長かから指示があったとすするじゃないですか「41歳の営業部長でこっちは?」って言うと「58歳の営業課長」「いや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 でもね」とか「だってさー」とか「どうせこれやったってさー」みたいな言い方。 ベテラン社員が D 言葉を使っちゃう。ちょっと困っちゃうわけですよ。年上の部下とかね、ベテラン社員で、組織のメンバーで、自分がリーダーだと、これをやらなきゃいけない。新入社員が、いや、できませんとか、でもそう言われてもって言ったら、デモじゃないとかね、ちょっと言えるじゃないですか。あんまりきつく言っちゃうと、パワハラって言われるかもしれないんですけど、でも、自分よりも5歳、10歳上のベテランが、デモねとか、だからとか、どうせこれやったって。 とか言われるともうちょっと勘弁してくださいよ鈴木さんとか田中さんもう示しがつかないんですよあなたがやってくれないと若い人に対する模範にならなくちゃいけないじゃないですかやるだけなんでとかこういう感じですね上司から見た課長っていうのは現場から見たら上司なんですよ 部長から見たら部下。だけど現場から見たら上司だから、これも残念な上司というふうになりますよね。なので、まとめますと、まあ結局、慣れないことに関して、ぐだぐだ言い訳をするとか、もう開き直って、もうわかんないんだよねとか、お前わかるとかね、マウント取るようになったりとか、やっぱ昔が良かったよなーってぐちぐち言ったりするのは、もうとにかくやめましょう。これね、口癖になってる人がすごく多いから、ずっといろんなところで喋っていると、ね、24歳とか25歳とか、これから活躍しようっていう人たちが気が滅入ってくるじゃないですか。 やる気が出ないだってそれが正しいかどうかは別にしてもどう考えたって慣れないからやってないっていうだけ実際にいろいろと仮説検証した結果このやり方はまずいんじゃないかこのやり方は当社に合ってないんじゃないかっていうふうに主張してるんだったらいいけれどもどう考えたってやりたくないからやってない。 開き直ってて自慢げにマウント取ろうととしてるだと、まあ、厄介な感じじがすするじゃなないですかなのでこういった口癖はぜひ気をつけていただきたいと思います今回の動画いかがだったでしょうぜひ皆さんにはこの余罪管理大学に入学していただきたいと思います入学方法は簡単ですこの YouTube チャンネルに登録するだけそしてこの動画参考になった気に入ったという方はいいね高評価ボタンもよろしくお願いしますまた皆さんお会いしましょう本日はありがとうございました